ハード・オブ・ウェスト・ウェル・ダンシャクダ・ダグラス・リチャード・ハード。彼が初めて就いた役職は1979年から83年までのヨーロッパ担当大臣であり、その後北アイルランド大臣、内務大臣、外務、英連邦大臣を歴任した。彼は1990年の党首選に立候補したが、落選し、1995年の内閣改造で政治の第一線から引退した。 1997年にハードは貴族院議員となった。彼はトーリー改革グループの講演者で、現在も公的活動を精力的にこなしている。彼は2016年に貴族院を引退した。イートン・カレッジ、大英帝国勲章のリボンダ・ダグラス・ハードは1930年にミルトシャー州マールボロのマーケットタウンで生まれた。 父親のアンソニー・ハードと祖父のパーシー・ハード卿も国会議員であった。おじのアーチバルド・ハード卿はフリート・ストリートの海運業者の代表であり、1922年に造船校及び海事専門家の名誉組合のフリーマンとなり、1928年にナイトに助せられた。ハードはトワイ・フォード・スクールからイートン・カレッジに進学した。イートンでは王室小学生となり、 1947年には、ニューキャッスする奨学金を給付された。その後彼は、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで歴史を学び、優等学位で卒業した。また、ユニオンの代表も務めている。1952年、ハードは外交部に入賞する。彼は、中国、アメリカ合衆国、イタリアに配属され、1966年に政界入りするため退職した。 ハードは1974年2月にミッドオックスフォードシャー選挙区から当選し、当時の保守党リーダー、エドワード・ヒースの議会担当秘書官となる。ハードは当選後の4月2日に1974年2月の解散栄誉で大英帝国勲章を受賞した。1983年の総選挙ではウィットニー選挙区から当選し、 1997年に庶民院を引退するまでの23年間、同区の国会議員であった。ハードは1979年の総選挙に保守党が勝利した後、ヨーロッパ担当大臣に指名された。1983年の選挙後、内務省に移動するが、1年後に閣僚クラスに承認、ジェームズ・プライオルの公認として、北アイルランド大臣に就任した。 その任期中に彼は外交手腕を発揮し、北アイルランドの将来に道を開く、アングロイコールアイリッシュ合意、e、を成立させた。しかし、協定調印の1ヶ月前に内務大臣のレオンブリタンが貿易産業大臣に降格したため、ハードは内務省に戻り内務大臣に就任した。周囲から政府ペアオブハンズとみなされ、内閣の堅実なメンバーであるハードの 内務大臣としての任期は大きな問題もなかった。彼は特に刑務局が効率的に機能していないことと犯罪者と大医療刑受刑者のより多い社会復帰を主張した。内務大臣として確実な手腕を発揮した後ハードの閣僚としての経歴はサッチャー首相の波乱に満ちた人気末期においてさらに進歩した。 1989年10月26日にハードはナイジェル・ローソンの辞任に従って財務大臣に転任したジョン・メイジャーの後を継いで外務大臣に就任した。このポストはハードが最も大きな政治的影響力を行使したポストとなった。1990年11月中旬の保守党党首選において彼はマーガレット・サッチャーの立候補を支持した。 しかしながら11月22日の第2回投票で、サッチャーが撤退した後、ハードは自らは内務大臣として、法と秩序を重視し成功したという評判を頼って、恩賢中道右派の候補として、選挙に参加することを決定した。彼はよりカリスマ的なマイケル・ヘーゼル隊にや、最終的な勝者となったジョン・メイジャーに比べて、アウトサイダーとみなされた。ハードは、 メジャーと同じく恩恵な中道右派という政治的土壌を共有したが、年齢と政治的な勢いの点で遅れをとっていた。ハードがイートン高卒という点も不利となった場合があった。彼は372票中56票を獲得し、3位となった。メジャーも過半数には3票足りなかったが、ヘーゼルタインとハードは選挙戦から撤退。 メイジャーが1990年11月27日に首相に就任した。メイジャーは初の組閣でハードを外務大臣に留任させた。ハードは政治家的な外務大臣と広くみなされ、彼の任期は様々出来事が発生した。彼は冷戦末期と1991年のソ連崩壊や第一次湾岸戦争でのクウェートからのイラク軍の 排除においてイギリスの外交的反応を監督した。ハードはジョージ・ H.W. ブッシュ政権下のアメリカ合衆国との良好な関係を深め、欧州共同体各国へのより怪獣的なアプローチを求め、サッチャー政権末期に増加した EU 会議派によって損なわれた関係を修復しようとした。ハードは1990年に再統一されたドイツをヨーロッパ政界に迎え入れた。 名誉組のインシグニア外務大臣から退いた後も、ハードは、ジョン・メイジャーの重要な支持者であり、いくつかのビジネスアポイントメントを引き受けるだけでなく、活発な政治活動の範囲を保った。最も有名のは、ナショナル・ウエスト・ミンスター銀行の副会長と、ナット・ウェスト・グループの取締役を1995年10月から99年まで引き受けたことであった。 ハードは1997年の総選挙で庶民員を去り、1997年6月13日にウェストウェルのハード男爵に助せられた。これによってハードは引き続いて貴族院議員として議席を保持することができた。彼は2016年6月9日に貴族院を引退した。1997年12月、ハードはブリティッシュ・インビジブルズの議長に任命された。 彼は1998年のブッカー賞フィクション部門の先行議長でもあった。1999年2月には貴族委員会閣に関する王立委員会のメンバーとなる。9月にはイングランド国教会での長年の功績でウェストミンスター寺院のハイスチュワードに任命された。彼は後にカンタベリー大主教の役割と機能のチェックを行うハード委員会の議長に就任した。 2005年の保守党党首選で、ハードはデイビッド・キャメロンを支援した。キャメロンは、かつてのハードの選挙区、ウィットニー選挙区選出の議員であり、この党首選で最終的に勝利した。ハードは国際関係組織のファーストの諮問協議会議長を務める。ハードは、1974年に大英帝国勲章を授与された。1996年の新年上勲では、 名誉勲章を授与されている。彼は、オックスフォード大学、ナフィールドカレッジの客員教授であり、ドイツ・イギリスフォーラムの議長でもある。2009年7月17日、アストン大学から文学博士の名誉学位を授与された。ハードは、現在、2009年10月に設立された、多国間隔軍縮と拡散防止のためのイギリス国会議員トップレベルグループのメンバーである。 ハードはバーフォードスクールウガンダリンクの講演者である。ハードは2回結婚している。彼は1960年に最初の妻タチアナと結婚した。夫妻は3人の息子を設けた。2人は1976年に別居し、1982年に離婚した。タチアナ・ハードは夫の経歴を離婚の理由として挙げた。そして、 本当に政治は結婚と混ざりませんと話した。ハードは1982年にジュディ・スマートと結婚した。ジュディは19歳年下であった。夫妻は息子と娘を設けた。ジュディ・ハードは2008年11月22日に白血病のためオックスフォード病院で死去した。58歳であった。ハードはいくつかの政治スリラー小説を表している。以下は その一部、彼の表したノンフィクション以下は、その一部、ハードの長男、ニック・ハードは保守党の政治家であり、2005年5月の総選挙で、ルイスリップ・ノースウッド,ド・ピナー選挙区から国会議員に選出された。2010年には市民社会担当大臣に指名された。彼はレアカー夫人と結婚した。ハードの次男、トーマスは外交部に入省した。彼の名は、 インターネット上に公表された魅力職員リストの中に見られた。リストの内容は十分な情報に基づかない、アマチュアによって編集された疑いがあり、その確実性に疑いがある。トーマスは2006年に大英帝国勲章に助せられた。彼には5人の子供がいる。妻のキャサリンは2011年5月21日にニューヨーク東84番街の自宅建物の 屋根から落下して死去した。ハードの三男、アレキサンダー・ハードカッカー2004年に、サラ・ウェルズと結婚した。夫妻の間には三人の子供がいる。1988年、ハードは、チャリティー、クライム・コンサーンを主催した。クライム・コンサーンは、犯罪の撲滅、反社会的行動と犯罪の恐れを減少させる、ために若者及び彼らの家族、 成人の犯罪者に対して職業訓練と雇用の場を提供するために活動した。クライムコンサーンは2008年に若者のチャリティー、ライナーと合併、キャッチ22となった。ハードは中国語、フランス語、イタリア語に堪能である。ありがとうございます。